よろしくね。もう来たのね。はい、ですね。11号線で1本で来れちゃいます。上海市内から220円で来れちゃいます。こちらのディズニーをレビューしていくよ。はは。今日はね、トリックはトリートだよ。ハロウィンの季節、見てね。上海ディズニー、いよいよ入ってきたよ。日本にはないアトラクション、探しに行くよ。関係んちまー。フェイユディフィニッシュに乗ってきます。おー、上がっちゃう。こんな感じの33人乗りのアトラクションです。インドゥ。カリブ、乗ってきます。怎么样？いや、日本と全然違う。あのジャックスパローが出てくるんで、ここ一回来てみます。我们现在要去梦幻世界，走吧。Get it. ジャルジャル。超可愛い。Get it. おやか。かわいい感じのアトラクション、チンサムもなかったんで子供でも乗りやすい感じです。ここドームちゃん今建設中です。ここね、下に細かいドアがあるんですよ。小さいウサギがここ入っていくドアです。今建設の工事中です。あ、建設中って言ってます。またお楽しみに。いや、僕はコーナーのコーサーだよ。だから蜂蜜を探しに行くんだよ。行くよ。僕はクマのプーだよ。感觉怎么样？蜂蜜美味しかっただよ。パパの温泉一準備。打ってきました。無限の体。高いところまでしっかり入材庫。これテンダテンダ入材庫。加油吗？加油吧，加油吧！啊，来吧，来吧！哇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 ！こんな近未来の建物です。ああ、なんとか戦闘戦う。戦うんだこれ。お願いします。加速加速ドドンパみたいな感じ。富士急か。富士急の今日人少ないからね、乗り放題。うん。上午的项目玩下来怎么样？上海ディズニー今天人很少、所以玩不玩了。何が一番面白い？最有趣的是玩具的新聞。さあ、お昼の時間になりましたので、今日はこちらのお昼で食べていきたいと思っています。見てください、この赤いハンバーグ。何を原料に使った？これ怖いですけど、分かりながらも食べていきましょう。サラダファーストなんで、ちょっと手でいくスタイルなんですね。箸とかもらえられます。みんな持っていい。うん、うまい。 500g ぐらいある、これだけで。柔らかっ。豚かな、これ。豚？本当の油がある。ケンタッキー越えしてます。軽く噛んで味、大泣き。中カリカリでも脂身がトロッとして、舌の中でもジェットコースターします。ポテト一番の目玉の中身はコニオンの揚げたやつと普通のハンバーガーサラダ、普通の体操してから大きさでいきます。うーん、パン何味？パン、味もないですよ。チーズがあるんでこの香りが入ってて美味しいですね。味ちょっとまだソースがたどり着いてないので結構薄味ですね、これ。でも肉の味はうまいですね。ステップ的に言うとチーズの味が来て次に肉が来るんで、パンの赤いところは特に一般のパンと変わってない。マーベルです。マーベル、マーベル好きでした。アイアンマン。どうですかね、遊園地のハンバーグ全部。
長島も。長島も。富士急も。辛くて量が、とりあえずお腹いっぱいになる。量食わしとけみたいな。味どうなんですか。値段なら外でもっと美味しそうなよね。で2000円ですもんね。これ2000円です。高っ。どうぞ。うん。これ88元。山椒入ってる。ああだよね。中国っぽいよね。これ88元。オッケー。188の辛口です。美味しそうですね。よかった。よかった。集幻城堡里，你们将如愿。现在，城堡开始施展魔。今ね、白雪姫のね、物語を見てきたんですけど、見てください、この美しいお庭さんね。もう、本店じゃ、お手上げです。この美しい、ヨーロッピアンな景色、ご覧ください。Oh, it's a beautiful. なんか漂亮な。よし、まあ。现在在白雪公主的城堡里面。对，上海的迪士尼乐园，白雪公主的城堡里面。嗨，こちらは爱丽丝梦游仙境。おめでとう。Take a treat。さあ、今ね、パーティーが終わりまして、これからですね、あの花火大会の方になります。で、毎回毎回花火大会あるので、そちらの方を見ていきたいと思いますね。そうだよ、花火綺麗なんだよ。僕も一緒に見たいぞ。一緒に見ようかね。うん。じゃあ行きましょう。激動な。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。さあ、いかがだったでしょうか。いつかコロナ明けてからね、旅行来れる日も来ると思うので、ぜひこの動画参考にしてみてください。どんどんね、施設も増やしてるみたいなので、次もお楽しみに。では。